この子はうなずきマスコットのシカオくん。あなたのお悩みにもきっと耳を傾けてくれます。シカオくん、チャンネル登録してもらって嬉しい？もっとチャンネル登録してほしい？シカサポチャンネルのことは好き？シカサポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第29節アビスパ福岡対鹿島アントラーズの感想となります。結果スコアレスドローでした。今年のチームはなかなか波がありますね。一回勝てなくなりだすと勝てなくなるような。内容込み込みでね。そう、その内容が塩試合っていうやつで俗に言う。これは困った、言うことがあんまねえぐらいの試合なんですよね。今日は前節からスタメンが3人変更で、まずピッカ選手が柴崎選手と代わって戻ってきた、まあまあまあ、ここはですね、はい、それから知念選手と藤井選手がスタメンになりましたと。お久しぶりですね。スタメンとなるとお久しぶりって感じです。このスタメン変更の意図は、まず柴崎選手が代わったところはさすがにまだコンディションが整ってなかったと前節の試合を見て判断されたんでしょう、はい、残り2人は福岡対策ってことなの？僕はそうかなという認識でしたよ。藤井選手のスピードでかき回そうとか、そういうこと？うん、前半から飛ばしてこう。知念選手の方は、その藤井選手の作ったチャンスを柿田選手より決定力の差で得点に結びつける。得点力なら知念選手、つまり前半で点取るだったよね。それでは試合の方を頭から振り返っていきたいと思います。今日は入りはいい感じでした。いや全くですね。ただ解説の人も言ってたんですけど、ボールは持ててるんですけどシュートが打てないと。いや全く持って、確かにこれは思いました。耳の痛い話ですな。最初の5分はね、それなりにシュートも打てたんですけど、それ以降は確かにボールは持ってるんですけどシュート打てないんですよね。多彩な攻めも本当強烈なシュートがね、キーパーの手を弾くような枠内シュートがさ、弾丸シュートがさ、ただイエローカードをさ出させてる以上、もうほんといい攻めができてる、攻めれているだったとは思うんだ。攻めさせてる、持たせてるではないよ。俺の方としては印象は我慢比べだけどな。あー、なるほどね。お互いシュート打てなくて、たまに打っても打った瞬間にあの最前線のディフェンスにブロックされて、それの繰り返しで、これね、他のチームの試合だったら正直眠くなってるような展開だったかもしれんそういう膠着状態がしばらく続きまして、30分過ぎ、33分か、関川選手が、まあ、ちょっとあまりよろしくないところでボールを奪われてしまいまして、あれはセンターバックとしてはね、なかなか辛いところではあります。あれをやっちゃうと。その後の複数の選手のカバーは素晴らしかったけどね。ただ俺はやっぱ敵ながらの山岸選手、いやナイスタックルよ。関川選手を吹っ飛ばしてんだぜ。このプレーがもう代表なんですけど、今日の試合見てて、福岡の選手、フォワードの選手の守備がうまいなと。ボールを奪い切るな、いい守備してんなって思います。次34分に藤井選手がドリブルで仕掛けるところを福岡の選手にカードで止められるわけですが、あの時藤井選手がすげえ切れてて、あ、この場面は確かに切れんの分かるわって思った。あれは危ねえファールっつうか、あの場面は切れていいと思った。まあ感情をむき出しにすんのも時にはね。イメージ的に藤井選手もあそこまでやんだなというのは意外でした。次は後半ですが、早速ですね、柿田選手がイン、知念選手アウト、早くないっていうのが率直な感想でした。知念選手の特徴が今日は生きなかったわな。知念選手としてはそこまでスピード自体はあるわけではないから、裏抜けではないし、かといって背負えるほど、柿田選手と比べてね、強さねえよねと。なので今日の相手と相性が悪かったかな。そんで後半始まってすぐ福岡が圧力をかけてきて、最初の5分ぐらいかなはガンガン攻められた。このマリノス戦もそうなんですけど、後半立ち上がりの5分はアントラーズちょっと見てて怖いなと最近思うところはあります。そうだよね、これ何なんでしょうね。前半の終わりも割と良くないリズムになって、でそれが後半になって勝ちきれないんだよね。まあとりあえず今日は失点しなくてよかった。そうだね。そんで50分になってようやくこの試合最初のコーナーキックが取れた。とにかく今日はコーナー与えねえ、セットプレー与えねえような守備を福岡がやってきたわ。なるほどね、うちのストロングを封じるってわけか。だんだんね、このセットプレーも対策されてはきたわな。まず与えない、与えてもちゃんと守りきるような。ここんとこもう一時期に比べセットプレーの得点減ってきてるじゃん。で得点自体も減ってるのかな。そう考えるとね、やっぱショートコーナーとかねあってもかな。そんで54分に広瀬選手から菅井選手に変わりましたが、これ1点をもぎ取りに行くんなら広瀬選手のまんまではダメなのか。ここ数試合は毎回この交代ですね。
展開に関わらずもうパターンとして交代ここは決めてるっていうやつっていうのはやっぱり広瀬選手の大事を取ってであってギアを上げるのが主目的ではないのではないでしょうか。つまりこの時間帯までに先制しておきたかったっつう話か。つう話っすよね。これはもう主観も主観ですけど僕のサッカー観ではサイドバックの交代はもったいないって思っちゃうんですよね。やっぱ攻撃の選手前の選手で使いたいと思う。勝ってんならまだしも 0-0 だったからね。それはまあ、ああそうだ。あとサイドといえば今日福岡の攻めは右サイドが多かった。つまりこっちの左か。まあつまりなんですな、狙われてたわけですわ。安西選手今日はまあ守備はともかくとして攻撃は、攻撃で怖さがちょっとなかなか難しかったかなと。いや あったじゃん、クロスも放り込んでたとは思うよ。クロスもまああったけどバックパスの場面も結構多かった。なるほどなるほど。そこは仕掛けてほしいなっていう場面でのバックパスが結構多かったのはちょっと気になるところではあります。この後仲間選手も交代で入って、はい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 、これでほぼいつものスタメンに戻ったような状態で、ここであの試合自体とは関係ないですけど、はい、実況の人が仲間選手のことをスピードスターと呼んでいて、いや合ってるような間違ってるようなと、ダゾーン民がそうツッコミしてました。次は73分の庄司選手が入っていきなりのヘディングなんですが、もうあれを決めてくれ、もうあれを決めてこそ庄司選手が帰ってきてくれた意味があるよ。庄司選手にはやっぱ他の選手よりね多くのものを求めてしまうので、もうあれは本当決めてくれ。試合感なのかな、本当ベテランが勝負強さ見せないでどうすんのよ。結果としてここがこの試合一番のチャンスだった。これが枠の中にも飛ばせねっつーんは本当正直、何試合か前も似たようなシーンがあって、その時も庄司選手外して、その時は自分自身であのネットコラムの発言力っていうコラムがあるんですけど、そこではっきりともう僕のせいで勝ち点2を失いましたって言ってた。それだけに今日は決めてほしかった。この交代に伴って関川選手の怪我が気になるところですが、まずは心配は心配ですが3週間あるので順調に治ってくれると信じてます。今日の試合のまとめです。今日はチャンスの構築がいまいちでした。シュートは15本打ってるんですよ。でも枠内シュートはゼロ。じゃあそれはフォワードの責任か中盤の責任か。こういうのを一発で簡単に解決するには理不尽フォワードがいて、そいつがズドーンと決めてくれること。そうですね、上田綺世選手なんてね。でもそれじゃあダメなんですよ。それは答えではない。うん、そういうフォワードがいれば確かにいいんだけど、いなくなったら結局また元に戻っちゃうから、今岩政監督がやろうとしていることは誰が出ても崩せる、そういうサッカーなので。でもそれが実践できてる時とできてない時がね。まあそのチャンスクリエイトはまだまだ道半ばではある。守備陣の頑張りはもちろん今日はスーパーでしたが、スーパー前々から言われてたことなんですけど、鈴木馬選手の出来がそのままチームの攻撃の出来に直結してしまうのが今日出たかと。今日は鈴木馬選手の日ではなかったかなと、残念ながら。もちろん選手は調子がいい時もあれば悪い時もあるんで、鈴木馬選手だけが悪いわけではないです。鈴木馬選手の調子が悪い時に代わりに引っ張ってくれる選手が一人二人と出てきてくれないと、これはなかなか今後勝っていくのは難しいですね。そうだね、ユーマだけでサッカーやってるわけではないけどね。ただユーマを生かす選手、ユーマを生かすサッカーを、今一番鈴木馬選手が生きる方法はやっぱいいフォワードがいることなんだよな。ガンガン点取れるフォワード、それは柿田や知念では難しいのか。ホーム鹿島スタジアムでぶつかった時と同じような内容でしたね。あん時も 0-0、 今日も 0-0 でどっちもスコアレスドローとくれば、まだまだこれは崩すためには時間が必要ですな。来年福岡に勝ってる時がチームが成長した時だね。まあ、それを言うと去年は勝ってたんだけど、上田綺世の一発で勝ってた。あそうだ、今日は審判の方は非常にいいジャッジをしてくれたと思います。まあ、最後唯一柿田選手のファールはまあちょっと厳しいかなぐらいで、他は特に何の問題もなくスムーズなジャッジだったと思います。ありがとうございます。荒れることなく進めてくれたし、基本どっちかっつうと流してくれたじゃん。これくらいがね、我々としては見てて楽しいサッカーなんじゃない。毎回こういう基準ならいいんだけどな。もう我々としては次の試合勝ってくれしか言えないです。前回も同じこと言ってしめたんですけど、本当なかなか勝ち続けるって難しいですね。燃え尽き症候群かな。プロな以上それはシーズン終わってねえんだから許されねえ。こっから3週間インターバルができるんで、なんとかリフレッシュして一つチームを立て直してもらいたいと思います。1回ぐらいは練習見学行ってくか、3週間の間になんとか時間作りましょう。あとは1回ぐらいは試合なくても動画出せたら出したいかなぐらいです。はい、何らかの形でね。頼んますよ鹿尾さん。鹿尾が嫌そうにこっちを見ている。それでは次の試合もまたアントラーズを応援していこうと思います。稲刈りが終わったらスタジアム、稲刈りが終わったらスタジアム。
稲刈りが終わったらスタジアムに行けるぞー。そしたらまたシカサポチャンネルの仕事。それじゃここから先はピッチの外の話です。今回はサポーターの応援スタイルの話です。皆様はクリアソン新宿というクラブをご存知でしょうか。いやー、現在リーグ4部に相当する JFL を戦っているクラブで、先日ここ J3 のライセンスが発行されました。おめでとうございます。ですがその理由がこのクラブ、クラブ名にもある新宿がホームタウンなんですけど、いいね、ビッグだね。その新宿にスタジアムがないんですよ。じゃあどこでやってんの。主に北区の味の素フィールド西が丘、よく間違えられるんですけど、調布の味の素スタジアムとはこれはまた別なものです。それから国立でもやったりしてんのかな。あの国立競技場ですよ。一応国立も使ってるんですけど、たまにしか使わないので、これでは普通 J3 ライセンスは下りないはずなんですよ。しかし東京23区というホームタウンの特性を鑑みてという理由で特例でライセンスが発行されましたと。ちょっとやべえっすよね。じゃあ地方は何なんだよ。地方だと通らない話が東京だと許されるわけで、もうこの時点で地方クラブとしちゃ面白くないんですよ。まあね、首都東京様が特別扱いっていうのはもうサッカーに限らず昔からいろんなところでね、日本社会であるからもうそういうもんだと受け止めてはいますが、あ、ちなみにですね、便宜上今回はアントラーズも地方クラブということにさせていただきます。アントラーズがビッグクラブか田舎クラブか論を出すと面倒な話になりますんで、一応ねクリアソンの代表者の言い分としては、 J リーグ発足当時鹿島や清水が折り点に入れた時の決定と似ています、期待値込みの特例ということなんだそうですが、アントラーズは 0.00001% の奇跡を起こしたから入れたんです。スタジアムを作りました。これに当たるものがクリアソンにあるのかと言われると、いやーどうだろうな。前置きが長くなりましたが、この話の肝はこっからで、このクリアソン新宿というクラブ、応援の形態がですね、 J リーグのサポーターから見るとかなり異色で、まずクラブ公認の指定応援団体以外は太鼓とか拡声器とかそういうのを使っちゃいけないと、使用禁止。我々アントラーズで言ったらインファイト禁止ってことでいいんですよね。まあインファイトは施設応援団だからね、クラブ公認の応援団ではないわけだし、応援するのに資格がいるってことですよね。クラブが認めないとやっちゃダメっていうことで、それを資格というかどうかは別だけど、コール入れるタイミングすらクラブ側で管理したいんだと。このタイミングでは黙っててね、このタイミングでコールしてねと、まあ、とにかくクラブ主導の応援スタイルにしたいそうです。これブーイングなんつうのは、もちろんブーイングをするなとクラブ側が公式的に言ってるわけです。それを守られない場合は排除か、入場禁止的なものもあんのかな。でこれ既存の J クラブのサポーターが怒り心頭で、もうそんなの何が面白いんだとか、クラブに都合の悪いことはするなっていう意図が見て取れるから気に食わんと。まあそうですね、率直に言って第一報を聞いた時、だってもう言葉が出なかったっすよ。プロバスケの B リーグなんかはこのスタイルが主流で、ブースターつんだっけ、あの業界、はい、サッカーでいうサポーター、うん、そのブースターがスタジアム DJ にコールした時に合わせてそのコールを返すとか、そういうスタイル、応援というよりはエンタメとかショーに近いような形。僕はね、正直フットボールサッカーはショーアイドルが見たいんじゃないんで、ちょっとブーイングは大事だと思ってるんで、ちょっとよその当たり前が常識にならないでほしいっす。まあヤジとブーイングはもちろん違う。ああそうですね、はい、この話聞いてさ、はい、俺もこんなの冗談じゃねえ、何が面白いんだって最初は思ったのよ。しかしですか、しかしよくよく考えてみるとさ、うん、これ新しいものを受け入れたくない以上の理由が自分の中で見つからなかったと。いや自分の中ですよ、自分の中ね。例えばアントラーズは好きだけどインファイトはそうでもないっていう人がいたとする。身近な例がいるようないないような。でそういう人がクラブ主導の応援よりもインファイト主導の応援の方がいいっていうのは、なんかおかしな話になると思ったわけよ。それは分かった。じゃあでもそれがブーイングをしちゃいけないまでは行き過ぎなのでは。クリアソン側の言い分としては、サッカーのサポーターは偉そうでそれを嫌う他競技の人が多いんだと。ちなみに今ゴール裏行ってさ、うん、周りの人が声出してなかったら自分だけ一人声出せる。俺これ今はもうできねえ気がすんな。周りがやってねえとできねえというひよっちまった気がする。昔だったら即答でできたって僕も言えたんですけど、なんか今ちょっと自信なくなっちゃってますね。ちょっと話それるんだけど、応援の一体感を出すためのアイデアとして、うん、インファイトは対抗中段に置いてくれねえか的なのはあったな。今どこなんですか。一番下、本当にゴールに近いって感じかな。でこれがサポーターズシートの上の方と下の方で訪れが起こるわけ。タイミングが若干ずれる。なるほどね、それを真ん中に置けばちょっと変わるのかなか。
か。実際この間マリノスがやってた鹿島スタジアムで。だからルール上できないっつうことはない。それからよそのクラブのゴール裏でやってるシステムとしてもう一つ、席を取る順番がライン使って抽選でやってんのよ。アントラーズは早い者勝ち。あーとね、どうした。半分そうで、あと半分はブラックボックス。 YouTube じゃ言えねえ。危ねえ危ねえ。あんまり下手なこと言うとスタジアム行けなくなっちまうからな。このシカサポチャンネル逃げも隠れもします。するんだ。します。はい。こんなん顔出して言えるかっつうような話なので。何が言いたいかというと、たとえ自由席だとしてもどの席に座るかというのは抽選で決まるんですよ。そのクラブ早い者勝ちではない。わしゃ携帯の使い方がわからんのでの、早く来たもん勝ちの方がよくての。おじいちゃん、おじいちゃんはそもそもなかなかスタジアム行けないでしょ。はい、そんじゃ話を戻します。これさ、アウェーサポはどうすんだろうな。アウェーサポにもルールに従わせるわけ。いやー、はっきり言ってそれは100ないでしょう。ましてや我々とかどこどの赤いチームが従うなんて思いますか。もしかするとこれは鹿島サポが浦和サポと意見が合う時が来たかもしれんぞ。そうですね、そうかもしれませんね。未来英語ありえねえと思ってたわ、そんなこと。まずいな、これクリアソンの悪口しか出てこねえぞ。まあ、新しい仲間が増える、ましてやそれが東京様ともなればヘコヘコしてた方がアントラーズのためにはなりますね。 J リーグはあのお気に入りのクラブであることは間違いない。国立使わせてもらってんでしょ。ありえねえっすよ。国立を使ってくれるクラブだから、そういうところはリーグに入れたいんだよな、 J リーグ側としても。それができるほどあなたたちはお偉方なんですかい。実はお偉方なんだよ、ここのフロント。まあね、あの意識お高い系のクラブ。おっと、個人の感想ですよ、個人の感想ね。魔法の言葉、個人の感想と多様性。ここのフロント、元外資系とか元官僚とかいるんだってよ。お偉方っちゃお偉方だろ。そういった方々にサッカーがわかるんですかい。一サポーターが何を言うとんねんだな。それに関してはお前らに経営の何がわかるんですかと返されたらどう言うんだ。苦の根も出ねえな。実際ここスポンサーがすごくて、伊勢丹とか高島屋とか JFL クラブとしては規格外どころか、もうこれ J1 でもトップクラスの大資本なのよ。そういうところってスポンサーやるんだ。やんだよ。これが新宿だとな、サッカークラブというよりは新宿にクラブができたというところが魅力なんだろう。でその大資本の潤沢な資金で今急成長してる。これがまた地方クラブはね、気に食わないわけですわ。 J リーグは地域密着ですよ。忘れたんですか。だから新宿というホームタウンに密着してんだろ、歌舞伎町とか。どうにも金の匂いがプンプンなんですけど。それは悪いことか。それを言われるとちょっと何も言えなくなっちゃいますね。ほんとこれは僕の意見、拍手も文句もスタジアムで言いましょう、ぶつけましょう。叱咤激励のブーイング、アントラーズの選手ならブーイングを力に変えてくれます。愛のない拍手より本気のブーイングだと僕は思ってます。確か ACL のプレーオフ2020年、その年、まあ、結局負けちゃったわけですけど、その試合終了後、まあ、ザーゴ監督の初陣ということもあって、まだチームが未完成、それもオフなんか1週間ぐらいしかなかったから、負けた時に一応拍手が出たんですよ。いやごめん、やっぱ俺はブーイングで。そう、その時に当時の内田篤人さんが、負けて拍手されるようなチームじゃない、ブーイングしてほしかったって言ってたのよ。まあ俺も実際にアントラーズでこの応援スタイルやるとなったら、なんでかんだで今までの方がいいってなるとは思うのよ。もうこれは理屈じゃねえの。クリアソンさんにはクリアソンさんの考え方があるんでしょうけど、やっぱりアントラーズにそれが来たらちょっとやだな。まあ今んとこはそうだな。でもそのうちもしかしたら何十年後はこっちが主流になるかもしれんよ。そうだね、世界的にプレミアが確かそうなんでしょ。あっちは応援団っていうのがいないそうです。自然発生的に応援ができて、自分が気に入ったらその応援に乗るとか、そんなスタイルなんだとか。一回本場で行ってみてっすね、このシカサボチャンネル。ダゾンでプレミアリーグはやってねえんだっけな、見れねえな。そこじゃねえだろ、その考え方じゃ。国内アウェーすら行けねえ我々がわざわざ本場プレミアなんか見に行けると思うか。俺はホームゲームすら。クリアソン新宿について詳しく知りたい方は概要欄にリンク貼っときますんで、そちらの動画をご視聴ください。元ゴール裏の住人でトムさんという方がいろいろ喋ってます。ちなみにこのトムさんという方、元鹿島のサポーターだったそうです。それじゃ今回はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、アントラーズファミリーからのコメントはもちろん、タサポの方からのコメントもよろしくお願いします。兄貴はツイッターもやってますんでよろしくお願いします。 XX もやってますんでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次こそ勝ちましょう。もうほんとこれしか言えないです。次こそ勝ってくれ、次こそ勝ってくれ。